かなか大きな施設ですね、これは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。どうぞ、ありがとうございます。失礼します。中の。ここにユニフォームも。はい。昔の放送紙はこんな感じだったのも良かったんですよね。はい。人が少なくて済むんですよね。なるほど。ガリガリ君の口からまた出てくる。口からまた出てきたけど。隠れガリガリ君が。ちょっと社長からは感銘を受けた書籍ということで、はいはい、ちょっとお話しいただけますか。はい、承知しました。はい、この本なんですけどね、はい、上巻下巻あって分厚いんですよね。分厚いんですよね。はい、ただですね、これ結構本当スラスラ読めてしまう、はい、すごく非常に面白い本でですね、第一次世界大戦勃発の至る過程と、そこからですね、まあ、下巻の方は戦闘でマルヌの海戦というですね、ドイツが負けてですね、ドイツの前進が止まった、その戦いまでを描いた小説になります。特に私は非常に感銘を受けたのはベルギーの判断ですね。はい、中立国であるベルギーがですね、ドイツがもう迫ってくると、ベルギーの中立を破ってですね、ベルギーに攻め込んでくることが分かってもですね、あえて中立国としてのプライドと信念を曲げずにですね、イギリスやフランスからは援助を最初は受けずに、戦いに備えるといったところは特に、感動しました。うん、これはでもかなりそのノンフィクションというか、非常にこう綿密な取材に基づいて、はい、こう書かれた。全くその通りですね、全部事実なんですね。ただそれが本当にあの小説のようにというか、小説よりもよくできたシナリオで、すごく臨場感のある、ありますよね、この、ありますね、そのディテールが。この本を初めて読んだのは大学生の時ですね。はい、まあ、その時はですね、まだそんなに切羽詰まった国際情勢ではなかったん で、ね、普通に本として面白かったんですけど、今こうやって読み返すとですね、本当にこう今の時代に当てはまりそうな、特にもしかしたら日本がベルギーのような立場になる可能性もあるのかなということを考えるとですね、やっぱこの本はぜひ一回読んでおきたいなと。ね、実際アメリカではですね、やっぱ軍隊に入るとこれ読まされるというような話も聞きましたんで、やっぱ非常によくできた名著だと思いますね。はい、もう一冊、この若者におすすめいただくということで、はい、こちらになりますね。はい、ハチドリのひとしずく、はいはい、これは中身見るとですね、はい、いや本当に本家と、ね、絵本になってます。こんな感じですからね、森が燃えていました。はい、森の生き物たちは我先にと逃げてきましたと、ここずっと書いてあってですね、はい、これで終わりなんですね。はい、あの子供の絵本より内容としては短い、いや非常にでも短い中に行間は非常に内容が豊富なんだろうなと私自身思っておりまして、北朝鮮がミサイル撃ったと、はい、そういうことがあるとですね、我々一人一人って結局もう何もできないんじゃないかって、非常に無力感に陥ると思うんですね。はい、特に若い人たちにもそういう気持ち非常にあると思うんです。うん、そんな時にですね、ちょっともう何秒かなんで、これを読んでいただいてですね、何かこう感じてほしいなと思ってです、今回この本を取り上げました。やはりその本って、はい、その感銘を受けた本だったり、はい、その人に勧めたい、はい、これをこう見せていただくと、はい、こう社長のまあ世界観とか、はい、その人生観とかっていうのがまた垣間見ることができて、はいはい、あの改めて、ね、あの理解が深まりました。 ありがとうございます。はい、最後にですね、はい、今回のこのインタビューを、はい、あの見ていらっしゃる方で、はい、若い方いっぱいいらっしゃってですね、はい、まあ、これから人生どうしようかな、まあ、迷ってたりする方いらっしゃると思うんですけども、なんか一言、はい、社長の方からアドバイスを。あ、はい、そうですね、まあ、このつながりというわけではないんですけども、若い子にやはり本をたくさん読んでほしいですね。うん、人間ってやはり経験したこと以上、知ってること以上のことって発想ができないと思いますので、やはり自分自身で経験することできることっていうのは限られてますから、そういった情報をですね、本で集めていただきたいなと。うん、だからすごい感銘を受けた本に関しては、その受けた理由とかをですね、書き留めておくとですね、10年後20年後自分を思い返すのに非常に役に立つんじゃないかなと思いますので、はい、自分やってないんですけどねそう言いながら今もやってないんですけど、はい、若い子にはやってほしいなと。あ、そうですね。はい、でも今からでも遅くないです。私もちょっとやってなかったですけども、それやってみようかな。私も明日からやってみます。はいはい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。